シャスナーガです。昨日の動画はグリッチとのご指摘があり、削除させていただきました。大変申し訳ございませんでした。さて今回はリテールローに降りていきたいと思います。こちらの方が序盤の方に入っているので、まあ来ると思いますけどね。あれスナイパーだからダメでね。入ったんだよなこれが。これ弾拾ってる余裕がないな。どうしようかな。向こう側に回復があったら向こうにも行ったんだけど、ちょっと難しいですね。OK。 危な。よし包帯おじさん、あざ大切にするぞ。包帯は他でもいると思うんだけど、意外とモールでの戦闘があんまないのは違和感だね。これここ序盤危な、意外といたっていうね。怖いわ。よかったんだけどね。もっと奥にも敵はいますよと。はい、あれかな。とりあえず一人見つけた。横にいる。あれかな多分。横に流れてってるからちょっとね、いただきましょうか。青3点いただいておしまいかな。あ、ポンプがあるわ。多分この人が撃ってきたんだと思います。で、あと一人、もう一人あっちいるんだけど、木がないかも、さすがに。使いすぎちゃったかな。トマトおじさん、死んだ。OK。トマトおじさん、回収ですかね、あれは。トマト回収しまーす。トマトおじさんってあれ、頭の判定ってどうなってるんだろうね、ほんと。頭が普通の人よりでかいんで、狙いやすいと言われたらどうかと思いますけど、狙いやすいというか、なんというかって感じですよね、これ。あそこに気球ありますね。取りに行きますか。とりあえず。でも、とってもね、今トイレ行きたいんですよ。潜んでたらバレないということで、トイレ行ってきます。よし、帰ってまいりました。移動しよう。あれか、ちょっと結構用心してるけどね。当たった。オッケーオッケー。とりあえず他のメンバーがどこかにいるんで見ときますか。あの人が誰に向かって撃ってたかっていうのが気になりますよね。まあ、とりあえずこっち側にはいないと。あ、いた。
お、ラッキー。こっからあそこまでがちょうど爆発なんだね。こんなもんで。ちなみにね、このリロードの、まあ、終わる基準というか、あれ視覚的にね判断する方法は、武器のマークがね、あの白くなってくる、なんか灰色かな、灰色というか武器のね、あのアイコン見てるとね色が変わるんで、それで目安にしてもいいですよ。さてと、あ、とりあえずこの人たちが何を持ってたかっていうのが気になりましてね。いいね。なるほどなるほど。あー、やっぱスカーあったね。そう、スカーが欲しかったのよ。こんなもんかな。で、ここの人はこれか。あー、なるほどね。スカー、外れた。これはまあまあですね。癖でしゃがんじゃうんだよね。オッケーオッケーオッケー。危なかった。今のはちょっとヒヤッとしたけどな。怖い怖い。一応壁作ってる人もね、なんだ、ターボ建築でバーってやってても、その人めがけて撃つと当たる範囲てか範囲が範囲じゃないや、ヒット判定入ることがあるので、狙うんなら壁作ってる人を狙わないといけないんですよね、これね。絶対入るってわけじゃないんだけど。入りますよーって感じで。これまずいところにまた自分は作ってしまった感がすごいあるな。建築がもうね、赤ちゃんみたいになってるけど、それ許してあげて。テンパってる。だいぶ。やばいな、あれ。あそこ一応入っ、いや、違うけど、入ってないけど、え、入ってんのか、あれ。次のアンチ取っちゃったか、自分。あそこのソルティ絶対人いんのに、ミスったなぁ。今な、建築ができない、建築ができない。ソルティのあそこもろ建築の跡見えたからな。あそこにもいるし、なんか RPG 持ってたらいいんだけどね。持ってるし、逆に。うわあ、えぐい。これは、この人に狙われてるのか。
一番。違う人に狙われてる、その違う人がどこから狙ってきてるかちょっと見当つかないの、またきついところですね。あそこだよね。わくそ、あれに一発かましたかったけど、あれいろいろと3人があそこでもいるし、自分は回復しようかな。届いてない、終わり。あの人たちがある程度物を作り終えたら上から落としましょう。落ちるよあれ。おし、死んだ。あそこに立ってる右の塔はね、何の意味もない塔っぽいですけど、横にもいいんだよな。これ横行けたんじゃないか。入らんかあれ。むしろ横の方が入ってんのか。これは早めにこっちやっといた方が。この木の枝待って待って、横からもなんか飛んできてるんだけど、なんで違う、気のせいか。3発だからこれ取っていきたい。でもこれだったら難しいか。残りラストでしょあれ。入った、よし、でかい。これは2発目。おっしゃー、というわけで今回はビクトリーロイヤル
取ってまいりました。危なかった本当。いやー、ストームに飲まれながらもうね、いろいろとすごかったですね今回終盤ね。3人が固まってる、あっちのチームとこっちのチームみたいな感じで、本当にいろいろななんかあれだったな。みんななんか離れてなかったね今回は。密集した感じの戦いでした。なのでそうなんです、あの壁の、 あの後ろでけん、まあ、ターボ建築で壁でねバリアしてる人に対してカーソルを合わせていれば、あのこういう風にねターボ建築とはいえど一発の弾がたまに入る時もあるので、ぜひね、壁だけでこう耐えてる人を撃つ時はその壁の後ろの人をめがけてちゃんと撃つと、効果的ですよという話でした。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録高評価の方ぜひぜひよろしくお願いします。それでは次回もかかってこーい。包帯星見の好きやな。そうなんなんそれ。多分いける。多分オッケー、ナイス。よっしゃー。おっしゃ、取ったぞー。序盤の武器は何が必要かっていうとね、フォートナイトの場合はあのショットガンを見つけてください。オッケー。来たー。よっしゃー。